ごめんなさい。シンマのちょっと。そうだね。分かんなかったと思う。マサヤちゃん入ってる？風向きか。私も大丈夫。風向きを。一応入ってる。うん、入ってる。一応じゃなくて、真ん中で吹くか？いや、風が。紹介員、ここのお部屋のインフォメーション。いやいや、仏壇です。仏壇で、ここで。ここは実は。で、ここで、祖先です。祖先です。ちゃんと。今日。え、2枚、3枚じゃないと何？ちょっとなんか、風が、私、成功してくれないんで。あ、いいです、いいです。で、何の持ちだでしょ？下向きにしてもいいですけど。覚え？いや、あの、はい、タンチェルタンですね。でも、まっすぐ吹くんやったよね。やったよね。バスで。はい。落ち着いた感じで、はい、うん、じゃあ行こう、はい、じゃあ2回目から、うん、
はバスだよね。奥田君とか鉛筆あるの？はい、ありがとうございます。鉛筆どうだどうだ鉛筆も忘れてきた。ボールペンもさあ、奥田君決めよう今日。よいしょ。これと、オーバーエット、もう一曲なんかするんですか？もう一曲二重奏を買ってみるんやけど、ね、うん、簡単なんでね。で、2本、3本、4本って感じで増やしていったらなと。で、その間に紹介もできるしね、メンバー紹介と、うん、一人ずつね、増えていった分だけね、うん、そうそうそう、あ、ちょっと止まりながら言っていい？オクターブどっちがいいかとか聞きながらやるから、はい、ちょっと言ってね。ちなみにね、一番最初なんだけど、ちょっと一瞬不可能わからんかもしれない、うん、はい、ないよね、これ一瞬オクターブ上がっていいかね。ちょっとバスフルートだと高いからあれかな。それを、同じで収まる手もある。オクターブ下もあるんやけど、オクターブはちょっと吹きにくいから嫌だから、うん、これもあるんやけどね。ちょっとオクターブ下でやってみようか、うん、あ、ちょっと重い。最初の方がいいです。一番最初、はい、はい、じゃあその次聞くなら、ね、これをね、さっきオクターブ最初は上がっとったん、今わざと下げて2回とも下がった状態でやったんやけど、違い分かった。で、もう一回やって同じ今2コーラスでやって、今みたいに。それで1回目と2回目と感じちょっと聞いてみて、このあくまでも好み、僕はもう僕の好みじゃなくて2人に任せたいの。じゃあ最初ね、はい、どこのせいか、うん、あ、いや一番最初じゃなくて何章だっけ、違う、その後で、うん、そう、僕の旋律がなるとか、はい、うん、あ、ごめん、もう一回お願いします。下がるっていう感じだろうけど、点々点なの。弦楽とまた違うからね。あ、じゃあこれちょっと2回ともオクターブ下げて。はい。ちょっと待ってね。こういう曲はどっちにしろ編曲もんでも編者が勝手に上げたり下げたりしてるけど、どうでもいい。ダララ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 ラッとからやって、それでずっと先行こう、はい、はい、
を変えて、この、楽譜には違うんよ。だいたい、たたたたたたからいこうや。はい。うん、っていう感じで始まるんやけど、ちょっと今 あんまりいい音っていうかうまくはまらんやったけど、味わいとしてはあるんだが、まあ普通に自然な地図からもう初めから、わざわざ上にする必要がないかなって感じ。で今度ねオクターブは上がってくるタイミングなんだけど、本当はずっと下がりたいんだろうなっていう感じなんだけど、結局その後のことを考えたら下がりきれんっていうのもあるんだけど、下がることは可能ないっていうのがね、あずっとやってみて一緒に、はい、たたたたたから、イメージ違うとは思うよ、ね、でまた警戒感が出るしね、可愛、い感じですね、やっぱバスの多さがね、出そうと思ったら何のためにバスをフルート使ってるか状況になっちゃうし、でここまで行ってもこれでいい、じゃあもう一回やってください、あたた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 から、いいんじゃろうなとは思ったんやけど、ちょっと下げてみて、それだったらその前も上げとっていいような気はするけどね。もう一回ちょっと下げてみよう。待ってね。
面白い。今のが面白いなと思って。もうちょっと上手に吹けたらね。ピシッといい音。面白いなと思って。じゃあそれでいこう。はい。じゃあ私も下げる。え、下げるんじゃないよ。上上がる。どしどしどしどっとは下げだけ。ああ、そういうことね。うん。いや。あ、ちょっともう一回やってもらっていいですか。いつも通り。ああ、そうね。ああ、そうそう、下げるのは下げるけど。いつも通り。ちょっと今から、今回、いつも通りで。いつも通り。私がね。はい。下げるときはこっちで一緒に大きく、うん、急に離れるよりはずっと付き合っとってくれた方がいい。だらららららはずっと。あ、じゃあ下げた方がいいっていう、ね、うん、でだらららんだらららんを、ね、うん、急に上がる方がインパクトもある。あ、じゃあそうします、うん、だってバスがバッと上がるからさ、それにつられて両方、そうすると今度はあの違和感もなくなる。2人の急に2人が急に上がって3度に行くっていう違和感もなくなる、うん、いいね、なかなか楽しいね。編曲の編曲さらに編曲だね。ああ、いいよ。ちなみに学識論的に言ったらここが展開部やってね、で次が再現部ということで、つまりあのソナタ形式っていうのは、曲が長い曲と短い曲がある違いっていうのは、まあ、第一主題第二主題の長さもやけど、何よりも展開部がどんぐらいあるか、はい、だからこれすごい短いやろ、あっという間に来るやろ、はい、で、だからこれ短いから曲が短い、うん、だからこれを逆に言うと2ページ3ページ広げようと思ったら広がる、そうすると長い曲になるっていうのがソナタ形式な、うん、聞いとこう、本気で聞いてます、聞いてますよ、はい、学識、体、記憶の体、いやいや、そうなんや、だっていうことはすごいシンプルなんや。でちなみにじゃあ展開って何を展開したかって言ったら、タカタタ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 タね、あの第一主題、第二主題の第一主題やろ、 ABA ってやつでしょ、うん、そうそう、まあ ABA っていうか、あの第一主題、第二主題っていうんだ、第一主題の中のまあタタ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 タで最後にタタ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 ンタンで終わるやん、第一主題、そのタタタタタを使ってタララ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 を掛け合っただけの話なん、これ極めて展開してないだけ。あのいわゆる展開って言ったらさ、まあ、例えば魚やったらバーンとタイが第一主題で、ブリが第二主題でやったら、タイをいかに料理するかって言って、すごいいろんな料理ができて、タイ飯ができたができてが展開だけど、あのこの場合はもうタイもタイで、ちっちゃいタイを置いて持ってきて、はい、これさっきのタイでしたよって置いただけの、なんの、あの、あれもつき、なんていうの、あの工夫もない。でも、工夫もないけど、いい曲だねと思わせるのが、だからモーツァルトなんやろうね。だからここにセンスを持ってきてやらんといてってこと。なんで、じゃあこのうちのセンスは何かって言ったら、ただ単に伸ばしてるだけのファーストに対して のその伸ばしの、なんていうのかな、美しさなり、こう揺れとか表情、伸ばしてるだけなんだけど、すごい、あったらーっと伸ばしてるなんやって、すごい、なんか、音楽感、それから我々は今度はタララ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 ラ の、うん、あの掛け合いの面白さ、うん、でそこでなんだけど、これは提案だけ、はい、タタタタ、ここで言うとタタタタタタタンタンや、うん、だけタンタンでちょっと抜くような感じけど、でもそうするとね、一つずつが重たいような気がする。だからタカタカタカタンタンやろ、タカタカタカタンタンタカタカタカタン、あの掛け合ってないような気がせん、はい、だけどタカタカタカタンタン、だけどどうぞどうぞっていう、あ、それがただただただどうぞどうぞっていうよりはどうぞ、ただただただ行けよみたいな、うん、でもっていいけど、そこでセンスはやりすぎるとダサくなるから、ね、例えばどうぞってどうぞってやったら、あのセンス悪くなるから、どうぞ
どう？あ、抜いてる量なんだけど、軽くやってる量だけど、きちんとやれる気はあって、うん、次の人に出す。うん、で実際に今さっきの今までのやつだとね、うん、あの2つ目の音消えてると聞こえてもダンカーっていうのね、オクターブ下げてるっていうのもあるけどね、うん、というような感じでいけたらいいなと、はい、展開部はねそれだけなんですよ。であと最後の思わせぶりよね、タンチャンチャンチャン、つまりあの普通は次第が来ると来るぞ来るぞっていう工夫があるのよ。まあ話はまた長くなるから話さんけど、展開絶対に次第に戻るぞっていう提示がある。あのドミナントペダルとかね、5度でバーっていくのとか、これ全くないのは逆にシンプルに消えて消えて、あどうなるのやろって言ったら、はあ戻ったよって、何も来る内容戻ったよっていう感じだけど、その消えた面白さ、うん、たったこれだけの凝縮された中に、あのなんかこう面白さが発揮できるというか、シンプルな中ということで、たったたったからいきましょう、はい、なんか曲の音楽のニュアンスがオクターブ下げるのと同じとで、なんかそう思うと変わってくる、うんうん、もう一回やろう、で同じことやってみて、うん、そしたらもっと掛け合いになると思う。違うから音形が、もうあさりその方がいいかなという気はする。どう思う？まさ揃えた方がね。揃えた方がね。はい。やけど違うよ。揃えた方がいい。あ、揃えた方がね。はい。じゃあ揃えていきましょうよ。で、カランドはちょっとやりすぎたかもしれんけど、あのくらい行こうや。うん、せっかくや。ダン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 、で挨拶をね、だけ持って戻るとき結構出してやってもらったら、うん、いいんじゃないでしょうか。最初あれオクターブそのままって言ったっけ、僕ウェアじゃなくてダッタ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 ンって同じって言ったっけ、うん、ね、はい、同じ音に変えた感じです、はい、だけ同じようにせなきゃいけない、うん、もう一回展開部から行って、はい、どうしようかね、thank you。
で下げたりして2回目は気温が下がってるから2回目って変化つけたかったのかもしれない、ね、最後100、うん、103のセカンドのテーマを、うん、今日もっと出していいと思う。音量、いや、ファーストとの絡みはどういうふうにしたらいいか、うん、つまりバランスが落とした方がいいか、うん、逆にファーストを出してもいいかな。どっちがいいかな。私はなんか乗っかるつもりで吹いてますけど、そんなに出ない、ちょっとこう、あ、そう、少しあったからこうやって感じで吹いてイメージで、おうおう、でも対戦率としてね、あ、まあそこまで大した対戦率じゃないけど、うん、なんかずっと伸ばす、これってタッタッタッタって単純な、8分音符の動きと、一つは伸ばす音もっていうのがその展開文の時ずっとで、これがタララ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 ラっていうのがその残像のように残ってくるやん。だけどそれが伝わればいいけど、あのセカンドがザッタタタララ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 のテーマと上の残像が重なった時に綺麗に聞こえるにはどのバランスがいいかなとか思ってね、ふっと思って、でもちょっとわからんな。でもなんとなく僕言ったのが言った意味わかる。わかります、はい。だけ要するに出せばいいとかいう意味じゃなくてね、あの曲としてこうなってるよっていうのがセカンドがだから主題再現部として再現された時に初めてセカンドが主題やろ。で。テーマに対してっていう伸ばすのがその展開部の時の綺麗に伸ばしてくれたのがそこにもう現れてセカンドと対話するんよ。その中に今度バスがたらレレレラレラララララララ動きはバスの方にある。だけどバスが動く中でそこのテーマ性っていうのが出てきて、3本の絡みがどのようにしたら美しいかなっていうのが今わからんなきにどうしようかなっていう感じ。どう思う？長戸さんは私を聞いて吹いてくれるっていうんですかね。なんとなくこう乗っかって乗っかって、例えば、うん、ラリリラリラタラをバスを聞きながらバスと一緒に歌うっていう感じじゃったらまた変わるから、うん、あ、バスの責任があるね。これね、切れちゃうけど、投げられます。あ、わかんないですよ。そしたらまたちょっと表情が変わってくるんだけど、その中で、ほら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 、楽しさが。じゃあ、バスが上手に繋がるように。いや、わかんないですよ。いや、でもね、まずは僕はちゃんと伝えます。ファーストさんで、うん、こう、ファーストさんがサードの中で歌ってくれちゃったら、また、うん、じゃあ一応これ頑張って僕は上手に吹くから途切れないように。だっけその上に乗っかってちょっと考えとって、今言うたどのようにするのがいいかは結論は出ないね。実際に音にならんと分からんからね。はい、でとりあえずは僕は頑張って上手に吹くわ。これ難しいね、ドシャープが入ると抜けるんよ、うん、バスが。で、支えなきゃいしね、うん、これが、うん、失敗せんように頑張ります。じゃあセカンドのテーマからいこうか。いや、サードテーマ、バスのテーマからでいいですよ。よいよ、このテーマ、そうそうそう、そうそうそう、あ、その前ね、じゃあ91、2、3、4、5、95の方ね、よね、はい、はい、うん、でもだんだん分かってきた。でも
面白い。セカンド、あ、違う、ファーストね、ダダダダダダダっていうのは、その伸ばすだけじゃなくて、僕に振るような感じで吹いてくる。はいはい。ダダダダダダ、っていくような感じ。どうぞーっていうのは、ダダ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 。で、スピードピアノでもいいかもしれない、頭は。あのこれは演奏の演奏効果として、あの音楽的にというより効果としては、そのままそう吹くと、あのそこを聴く人が聴いた中で、ああバスがいつの間にか動いてるっていうような感じになるから、ダラララララでから入っていってもいいかもしれない。ちょっともう一回さっき言ったから入った時、こうタッタッタッタ調子に乗って吹いとって落とすの、そこ、うん、かなり落とす。一周回ってくる、途中下車したら次バスだから、何時間って言ったら1時間じゃないんじゃないかな、炎天下で1時間、ね、クスノキチョウやったらちょっと店があるんやろ、はい、ここね、なんか木漏れ日の里とか言うんですか、道の駅みたいな、ほんと温泉があったりとかレストランがあったりとか、
あ、少しあの2号線から入ったとか。そうそうそうです。あ、聞いたことある、行ったことないけど、お弁当を取るとか言った。そうそうですね。よし、こっか。食べましょう。食べましょう。食べる。お、そうか。お昼になりました。じゃあここまで食べる。はい、ここで。じゃあちょっと一回切ります。
き。レノートって出にくい？そうでもない。あんまり知ってないです。わかんないって感じ。そのメイン、そうメイン。いやいや、これじゃなくて一般的に。どのフルートも。うん。中音？いや、低いで。低いで。私もあんまり好きじゃないです。で、どの方がまだ吹きやすい？いや。あ、で、だからそのレベルで言うとどんな感じ？あれは大丈夫。そうやったら出るのか。そうとは多分。なんか、っていう感覚か。なんでやろうね。音響学的にというか、楽器の構造的にどうかな。はい、こうか。あ、ださい。バレるじゃん、次吹いたらどうやって、ま、どう間違えたかバレちゃう、うん、あ、いいんか、でも何間違えたか分からんけど、うんうん、あ、いいんじゃん、よかったいい、いい、間違えたんじゃなかった、
この前言われたところやっぱり根拠もできなかったんですけど、練習、練習、いや、でも先生ね、動画見たら分かるけど、ちゃんと練習してきたんです。はい、どこができてなかったの？だったらら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 らっていうのが、でも練習では、家ではできたんですよ。家だよね。で、それで、ちょっと、よいじゃ生徒がね、家ではできました。昨日ね、で、昨日ね、ここでできるのできたうち入ろう。そうだよな。はい、今、それで、なんかインターネットで、家ではできてましたっていう T シャツ売ってます。見た。家ではできてましたって T シャツ売ってるんですよ。そ, それで、それの話を生徒さんにして、ああ生徒さんにして。みんな配ったのに。やってるかどうか聞いたら分かるよねってちょっと書いてたのに、一番言ってなかったけど、一人ですごいおかしかった。家ではできてましたっていう生徒さんの気持ちがよく分かった。私もああの T シャツ着てこないけど家ではできてます。家ではできてます。なんか T シャツ売ってるらしいです。家で。でもよく生徒さんも言いませんなんか、いや先生家ではできてるんですよ。ですよね、緊張しますよねって言いながら。っていう話で昨日これ。T シャツ着て。気にやけんやったらすいません、ちょっとうまくできませんでしたって話です。ごめんなさい。子供がさ、あのちょっとだけ違うみたいな、似たようなもんやって、あの剣玉でさ、見せてとかやって、ちょっとすぐ見せたがる子おるやん。それができんくせに。それでさ、見て見て、絶対できるからって見て。よし、1回だけ。本当にこの1回ってみんな言う。よし、この1回にかけてやってもらって。プレッシャーかける。修行し直してこう。って言ってやるんや。もうこの1回じゃないとダメよって言ってね、わざとね、プレッシャーかける。っていうぐらいの気持ちで家で重ねとったらもっとできるんや。で、あの、弟子に言うとき。はい。私もやってくれ。家でできとる方がダメなんよって僕も言われたよ。でも100回できても100回やって100回できるのはできたうち入らんよって言って、100回やって1回でも間違えたらダメなんよって言われたよ、うん、はい、僕は昔、うん、誰から言われたかは覚えておらんけど、はい、じゃあ行こうや、99かな、はい、おーい、リラ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 リそうなんだ。いや、ごめん。いや、さっきのさ、待っとるんか。二人が堂々待ってて、僕とお前が、ああ、二人のとこやったねって言って、そのつもりで受けよったら一緒だったんやね。そう、そうしたら、入り損ねとったわけね。はい、もう一回。ね。本当に。
どこで出たら自然に入れるかなと思って、うん、もう一瞬もう間違えたと思って、入り損ねたと思った。入るのかな？言い訳、これは。この楽譜がおかしいよね。うん、これは横浜さんと一小節なんかね、あるから。そうなんうん、あそこ何とか。あ、YouTube にちゃんと言うとって。はい、あここに楽譜にもう休符が書いてあるからみんな休符になったんじゃ。はい。っていうか曲知っとけよ、知っとるんやけどね。なんで曲知っとって楽譜を信じたかね。Thank you.
か。よいしょ。じゃあそんなもんにしとく。はい、はい、あとドビエンにもしなきゃ。はい、うん、ドビエン、ドビエン、なんか固まったよ。固まった、忘れた、固まるよ、ある、あ、そうか、うん、やるやつ、うん、はい、あれかいね、バスでやるんかいね。いい、っていう話はしてないんか。まだそこまでは。ああ、そうか、ドビエンの一曲ぐらいだけでいいんですね。そんな余裕ないと思う、バスでやる。そう、ない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 。で、楽器持ってきたんやろ、そっちが。いや、楽器持ってきた。いや、楽器。あ、楽器ね。いや、違うよ。違うなって持ってきたのか。いや、どう、フルート吹きやから。フルート吹きはフルート持ってくるのが当たり前やろ。忘れてきたよね。なんで言うかね。え、忘れたって言うてなんやろ。公表してなかったよ。公表あ、初めからパスしかしないつもりで来たっていうことにしとってって言ってなかったっけ。忘れたって言ってない。違ったっけ。いや、わかんない。一曲目ですよね。一曲目、一曲目だけ。やしすぎました。あ、すごいでしょ。ちょろっとだけ、ちょろっとだけですよ。いや、だってこれ風呂まんには無理よ。あ、まあね、ドビエンヌやもんね。吹けません。でも、はい、なんかこう随所にドビエンヌらしく下がってちょっと嬉しかったですね。え、ね、このリズムドビエンヌ好きよね、うん、ですか。うん、じゃあ、どこのテンポ、これ2拍子で、ほんとにゆっくりです。じゃあでも私16番が無理無理、そっちに。あ、私もあるよ。あ、だーね。あ、四分音符がそうやね。あ、四分音符があった。ちょっとゆっくりだけ、四分音符がこれやろ。あ、じゃあ分かった、分かった。はい、行きます。はい。私、少しです。はい。あ、そう。
ゃあちょっとこれ6曲やってみようや。ちょっとあの完成度低くていいけどさらっと一回一回上げて書いてくれる。二の不要見をせんに。いや一押し上げて二の不要見てもいいよ。いいですか。あ一ちょっと一個ずつしていただけると。でけ一押し上げてねっていうことで次回一押し上げ、はい、ね。うんそうせなの完全な初見になるっけよ、こっちは初見大会ですこっちはやうん、うん、初見あ初見やろ初見よ、うん、初見の方だけだから私必死で練習してきたんだっけ昨日、おとつい一回見たあ、素晴らしい必死で練習してきて、この程度なんで長田さん頑張りよるからいや、私不要見が遅いなんで頑張りよるって伝わっとるのあの私頑張っとるけってなんだっけ、あれでインスタでライブ配信してるあそうなそうそう、練習姿をね、はいはいだらだらしてすごいじゃん自らプレッシャーかけてそうなんだよそうしないとみんな私練習してるよってそうしないと自分が練習しないんだよ、まあね、偉いねそれを見て練習せんとっていう追い込みになっちゃうなので毎日素晴らしい、まあ、それもあるし、まあ、生徒さんにも、ね、見てもらって、ね、先生だってこんなに必死であでなんかすごいなんかこう生徒さんにとっても先生ってすごいんですよね生徒の皆さん出てますか実力万能の神様みたいな先生でできないことないでしょいや心怒られてましたよお前らって言われましたよって言ってお前らってそうそう久しぶりにお前らだったから今日またまさゆちゃんって言ってないじゃないあ今聞いたよ私あさっきあった、うん、あそこでお話ししようよ、うん、あそこでね話の時お話の、うん、お食事の時の話、うん、練習の時この前久しぶりにお前ちゃんよお前が出たお前したこれはちょっとやってからだけどでそれでちょっとやってきたので、うん、そうなんだ素晴らしい、うん、じゃあ次を仕上げってことで、うんはいはい、次仕上げの2を初見にしようか、うんね、見てこの練習だよ練習私も先生だって初見が効くからいいけど私の今のだったら多分私ももうこうなんか自走ってます、うん、お地蔵さんのようにボコンボコンって練習してきてやってみるさんの初期についていけるというので頑張ります。じゃあ、はい、2位お願いします。一口目もやけど、お地蔵さんってでもあれは、うん、あの民を救うため立っとるけね。あしかもいいお地蔵さんは一歩前に出とるけ。そういう意味じゃ同じ固まっとるのでもやろうという思って固まっとるからいいね。あどこどこみたいな。どのテンポ次は。あ大丈夫やね。私も分かりますね。と二とぐらいね。あまだ早い。ドロットットドロットットット。あそうなんだ。ドロットットットロ二二とぐらい。一とはい。
プションなんだ。バリエーションですか。バリエーションね、最初がオプションね。最後のバリエーションみんながあ、そういう楽譜だね。最後これよ。それ嫌だね。ちょっとゆっくり、最後だけゆっくり、はい、第三バリエーションだけやっていく。まあちょっと話で言うと、モーツァルトがさ、うん、パリ行くときに流行っとったメネットをね、うん、作ったっていうのが、ドメインのもともとだからフランス人、フランスで活躍したから、もうムルのメネット。だから本当に貴族のために作ったやんか。じゃあ行こうか。踊るために？踊るために。極めてだから複雑になってないはずだけどね、わからんけどね。はい。
ゃないですか。頑張ってください。そうだから試験か。あの基本的にはスタカートなくてももうメルタ4、5分単独あったらもう跳ねてパンパンパン弾むような感じで、まあ、まあそれなりに可愛い曲やね。ちょっと2から先が楽しみじゃね。多分これはもうせっかく1、1が次のフラット今年いっぱい増えましたけど、だから今日今年は音声いいけど何事もチャレンジって言ったよ。ね、そういうことよ。ドミアンのことも言われたんだと思うよ。だからいやいっぱいな、ドミネンのもいっぱいある6曲は。いやだから全部前向きにどんどんチャレンジって言われたよ。チャレンジします。じゃあ次にその次は3、4、5、6。じゃあ2もちょっと増やして。あ、じゃあやる。おどうよ。あ、2は本当初見ですけど。はい、いいよ。じゃあ2こうや。2も。うん。もう初見です。はい。いいよ。どこまでかな。やる気、やる気出てるよね。黙っときゃいいのね。私いいこと。絶対運勢は開くじゃん。そんだけ前向きやったら大丈夫。いいことあるかも。あらあら。もう早速今日いいことあったよ。もういきなり任務できたんやろ。あね、はい、行こうか。八村はどうで書けるの？うん、だったから入るよね。はい。足が二人。はい、わかります。Thank you.
ストや。三。それこそ、もう、ね、やる気、まあ、やる気、前向き、はい、次行くの、うん、やろ、うん、行くよね、やる気、やる気もあるまさよちゃんは最近やりたいんよ、やりたくてしょうがないって顔しとるやん、ニコニコと、あとこの顔でここで一番アップがあったりね、はい、はい、次は、あたち1と2とぐらい、うん、一緒かな、うんうん、thank you.
繰り返しますか、ね、繰り返しそうや、練習になるから、うん、リベンジができる。どこまでだ、うん、1、2、1、2ね、うん、初見で3で1、2をパッとやるか、やる気、運勢がどんどん広がっていくよ。ちょっと見るだけ見とこう、ちょっとだけ見とこう、うん、
あとさ、前言ったあの三重奏の日本歌よあっちの編曲もさ、一回一曲ずつ仕上げてか。その次何するって言って笑わないと。じゃあロンドンデリーしようか。散々やっとるからまたロンドンデリーをスタートにしてそれから考えていこうか。言ったらあるやつ。ああいうじゃん。はい、あ、それでもいいよ。いや、わからない。何があるかわからない。みんな何持っとんかい、ね、全部持っとんかい、ね、ロンドンデリーと、じゃあ、決めて、マセルちゃんが決めてメール送って。今度これしましょう。ついとりあえずロンドンデリーです。あ？ロンドンデリー。あ、じゃあ、とりあえずロンドンデリー、はい。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。どうもなんて、お疲れ様です。お疲れ様。マセルちゃん頑張りました。とっても頑張りました。